戸田恵梨香もいるよ、敵。誰？有名人なんでもありだよね。戸田恵梨香は聞いたことあるけど、俺松田翔太はマジでわからん。わかんない。俺もだから本物だなって。Seize the objectives. Securing Alpha. さて、僕はアグラを変えたので、さっきよりエイムが悪くなるよ。そんなことある？ね、正座でもしてたらエイム良くなるの？背筋ピンの方がエイムは良くなるよ。やはり。敵のテトリスって人がえらい強いんだけど、うん、そうだね。さっきの 味方にいてさ、すごい強かったんだよ。これ敵になった瞬間なんか嫌だなって思ってたもん。嫌だなって思ってた。明けまして忠告採用ゴッテス。お、 YouTube からお叱りを受けるぞ。あー、 KSP か。テトリスって人使ってるの。なるほど、近距離最強すぎるんだよ。だが俺はブルフロックで勝つぞ。普通にビポの防衛が得意な方なんだわ。明けましておめでとうございます。強く、俺、あれだわ、今年懐かしいな。今年2021が一番年明けた感がないわ、マジで。そう、うん、ガキつかも面白くなかったし、なんか面白くなかったみたいで、まだ見てないけど。いや、面白いところもあったけどね。明けまん国際おめでとうございます。やめろやめろ。終わってもう一人。やめろ、増やすな。あんま攻めてこないね。いや、砂漠でずっといるから部屋目がついてる。いいんだよ、それならビーポを守れるから。砂漠に勝てる武器がね。翔太くん当たんね。ポジ変えたくないしな。ほっ、伏せてんかい。そこ伏せてん、全然見えねえね。あそこ伏せたらむしろ見にくくね、これ敵側としても。ちょっとビッグボーイ君子供の見ているんだから自重してどうぞ。ごめんなさい、ま、この武器、この武器じゃない、このゲーム R18 だけど。オマーン国際女子マラソン実現委員会中で2000お年玉。はははじめます。お年玉ありがとうございます。このチャンネルでその額を初めて見たぞ。感謝します。感謝し、名前を何使ってもらっても構いません。何使ってもらっても構いません。コンプライアンスなんて知ったことではない。あかん、キャー死ぬよ。あら、半年分だ。いやー、もう死ぬまで活動できます。本当かよ。あれ、下手したら飯2回食うし。あ、ちょ待って待って。えらい数のパッチ今出たんだけど、なんだ俺パッチ。お、やれよ。いや、あの COD の COD のシリーズが終わるまでキャンペーンあげます。あ、 YouTube が仮に消えてしまったら、あのニコニコで出します。ニコニコ。今なんかニコニコみたいにビリビリだっけ、なんかそっちの方が流行ってる。あ、マジ？じゃあビリビリで出します。昔ビリビリニコニコのあくまでパクリだったんだけどな。
ビリビリの方が圧倒的だからな。あぐらでも意外とキルは取れてた。意外とキルトップじゃん。あ、そのこれ。この人強いんだよ。ほらほら、もう強い、もう強い。腰ダメの人か。俺腰ダメの人とは仲良くなれないな。力をつけた方が本気なので、人々の記憶なんてカスです。だよな、そうだよな。YouTube がニコニコに負けてた時代だってあったんだから、力つけた方が正義だよな、そりゃ。転換期は2011年か12年ぐらいだな、おそらく。オーケー、うまいことアシストした。え、敵の巡航ミサイルやめていただきたい。ちょっとどっから撃ってんすか。あー、つーか俺ブルフロックアイアンじゃん、見にく。マジ遠方の敵は非常に見にくい。そんな悪くはないと思う。敵来ないな。どうして。ああ、あかん。いくらドミネでも、ドミネでも来ないとこっちが行きたくなってしまう。まあ A ポーにリスする分には別にいいか。敵6人いるよね。うわ、戸田エリカがスナイパーでこちらを見ている。あれは危険だ。あれ、 B ポやばい。 B ポ行こう。え、 B ポいる。また伏せてんだろうって。伏せてたわ。後ろから行ったらそんなの伏せてようが関係ねえ。伏せるのは塹壕だけにしとけ。塹壕だけ。来ないが。ああ、やれんかった。仲間もゴリゴリに攻めてってるよ。攻めてだ。ハープをセットしたはいいけど一回も呼べてないよ。ハープ割と高いもんね、ポイント。やっぱヘリガンダー奇跡だったわ。割とよく出してる。ストリークってやっぱね、気にしてない時にいつの間にか出るようなもんだから。確かに。もしくはこれセットしておけばよかったってなるのが大半だから。大体そんなもん。そう、初っ端のサーチのスコアストリークでめっちゃスコア稼いじゃったもん。よくわかんない武器で撃ってきやがって。その紫の弾出てくる武器俺も欲しい。 1700COD コイン無理。ああ、今ね1000コインぐらいあったかもしんない。1000人くらい課金したら手に入る。あれ3つついてくるよ。3つ RPD と、AK
74っていうと、あのサンデーマスターのハンドガン、まあ別に威力変わんねえならいいや威力変わったらやばいペイトゥーウィンが実現されるよ。 IW ぶりの。すごいっすげえ攻めてるあ、クローザーこれどうなんだろう、あんま見ないけど、まあ、パッと見あんまりブレがなさそうに見えなくもない、うん、なんか弱くはなさそうだね、とりあえず、うん、俺まだバトパス3位よ